ほらあんたたち何ボール蹴ってるの。うるさいなあ。もうそしたら俺ボール乗っけちゃうわ。こうやってアドレー乗っける。すごすごすご。緊急地震速報が。緊急地震速報だ。やばい、地震来る。横浜市民防災センターに来ております。はい、さあ今日しつくないじゃないですか。ノブくんあんまないよ。ノブくんがいない回、ノブくんがいない時だいたいバモスくんが出てくるのかなと。でも今回バモスくんも出てきません。ノブくん腰痛。腰痛です出さないガチでヤバいらしいです。歩けない。やらしいね。で今回、うん、横浜市民防災センターに来させていただいてるんですけど、はい、最近地震多いじゃないですか。そうですね。1月1日にね、能登地震がありましたと。台湾で地震ありまして、うんうん、僕ら東京に住んでるんですけど、首都直下型地震でしたっけね、が来るんじゃないかと言われてますし、ヤバいじゃないですか。そうだね。だから本日の企画なんですけど、震度7でもフットサル選手ならボールを落とさない説。いやいやダメですよ。大丈夫です。横浜市さんに特別な許可をいただいて、フットサル選手してるんで。許可得てるんだね。そう、言ってもフットサル選手じゃないですか。震度7対フットサル選手みたいな、挑もうじゃないかと。もし地震が来た時は、はい、ご自身の身を守る。いや、なんかややこしいな自分でいいんだよ。地震が来た時は、はい、ご自身の身を守る行動をしてください。マジで特別な許可を得てるんで、まずはね、あの皆さんにしっかりこう地震の恐ろしさを伝えつつ、うん、自分たちのちょっと技術もね、どんどん見せたいね、思います。さすがにボール蹴るのはダメだっていう話に、なるほど、危険すぎるってなっちゃったんで、今回はボールを乗せとく。あ、乗せる。肩とか頭に乗せるの得意なんです。なるほど。で、乗せなかったらいいと。そう、3種類。はいはい。レベル1が震度3、はい、レベル2が震度5、うん、で最後レベル3が震度7。ああ、震度7は本当にヤバいんだ。うん、間違いない。ということでやってみましょう。それでは聞こう。最初、はい、震度3から、はい、レベル1ですね。地震が収まるまで、ね、落とさずにできてればクリアです。はい、震度3です。足でいきます。ああ、足のインステップに乗ってて頭乗せれない。俺頭乗せれないんですよこれでいきます。最初はそれはね、クリアしたい。震度3はさ、試合中来るかもしれない。ということでやっていきます。はい、はい、行きましょう。行きます。うわ、来た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 。いいよ。ちょっと揺れてる、揺れてる。いや、でもこれぐらいなら全然。うわークリア。なんか震度3は全然ね、面白みがなかった震度3はもうちょっと難しいのいけたかもしれない。まあまあ、ここでクリアしよう。どこに乗せますか。頭に乗せます。まあまあ、揺れがね、弱い時はちょっと難しいです。そうだね。彼の頭でいきましょう。はい、いけるかにゃ。行きましょう。はい、うお、行きましょう。あ、もういや、できるんだよ。おいおいおい、安定した。震度3って安定する、安定する、安定する。でも震度3は頭にできるからね。怖いよ。いやー、すごいすごいすごい。おー、いやー、ちょっと揺れてた、ちょっと。でも、ちゃんと揺れてる。揺れてたけど、まだギリギリ。まだギリギリだ。これはない。いや、俺揺れてない人もあれできない。みんなできないよ。俺はちょっと、手のひらでいきます。I love you, I wanna love you tender。 だから、まあ、肩とかでいいんじゃないか。肩にいきる。いけるいけるいける。肩は余裕だと。お願いします。クリア、クリア。じゃあ戻っていきます。来る来る来る。いきます。あ、揺れてる。あ、でもここは全然大丈夫。手締まってた。全然ここは大丈夫。全然大丈夫、うん、大丈夫。このぐらいだったら大丈夫。安定します。完全に安定します。おー、OK。今のところは大丈夫。震度3でも本当気をつけてください。何かが倒れてくる可能性はある。間違いない。はい、震度3は皆さんクリア。はい、はい、どうでした。今のところはあれぐらいの揺れだとあんまり影響はしないかと。こっから本番ですか。今のは練習、こっからです。
それ5ですか。震度5。震度5とかだったら結構大きい地震って言われるじゃないですか、はい、結構揺れると思う、うん、カニャから行きましょうか。はい、そうだね。じゃあカニャ頭で行きます。はい、頑張って。頑張ります。手すり離しちゃダメや。はい、気をつけて。うくるよくるよ。来た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 。これが卵だと思ったら絶対落とさないから。これ家の中でこれ卵です。絶対落とさないんで。あ、全然もう今安定してる、安定してる、安定感入った。来た？来た！ハマってくれたから、もうそこに置いとくだけ。7もそれでいい。7はどうしよっかな。俺7これにしよっかな。じゃあ、これでいきます。うおっ、いや、肩でいくか。あ、よかった。肩でどこまでいけるか。肩しか勝たんない。じゃあ、じゃあお願いします。怖い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 。ただ震度5でこれでしょ。7ちょっとヤバそうだね。さすが川田君。いやー、まあ、カニアだけね、2回しちゃいましたけど。いや、レベルが違うから。揺れないとこでもできないんだから、俺ら。次、7、ラスト7です。7って言ったら、本当に大災害です。そう、弾丸区東日本大震災は岩手県でいたんで、この恐ろしさは十分わかります。実際その時は何してたんですか。工場のバイトしました。ぐーわーなって、工場ぐっちゃぐちゃみたいな。もう中もそう、ぐちゃぐちゃみたいな。やばいっす。めちゃめちゃやばい。それに今回は、はい、そうですね。はい、もう頭乗せたら無理だと思うんで。無理ですね。どうする、これ乗せるか。これでいきます。これでいこうか。はい、足で、はい、足でいきます。足得意だもん、ね、この動画で、ね、少しでも笑ってもらえたらね。そう、怖さをね、はい、頑張ります。はい、自信はありますか。ないです。ない。自信だけにね。はい、やりましょう。はい、うわっ、怖い怖い怖い。うわっ、入れるよ。だってマジで怖い。くるよくるよくるよ。マジ怖いな。ガチ怖いな。運動の戦いガチ怖いこれ。やばっ。いや
いやいや、わかるじゃん、目見えてる。無理やん。これが本当に怖さ、それを伝えないと、視聴者に伝えないと。はい、どう怪我だけしないように。 OK、OK。え、怖っ。絶対押さない、絶対押さない、絶対押さない。下半身だけ動かす、上半身は動かさない。来るか、来るか、来るよ。来るよ。惜しかった。怖っ。いや、恐ろしい。マジで恐ろしい。メッシでも無理やる。はい、はい、終わりました。いや、結論無理。7は無理。あんな縦に揺れるんだ、自信って。改めて怖さ知ったね。そうだね、本当に。いつ来るか分かんない。本当そう。自信加減、どういう行動を取りなさいっていうのがあるの。それを最後見てください。はい、しっかり見てほしいです。絶対ボール使ったりとかしちゃダメなんで、身の安全をまず大事に。はい、今回の撮影マジで特別な。そうですね、ね、許可を得て横浜市さんが全面協力していただいて撮らせていただいて。ありがとうございます。じゃあ最後動画見ていただいて勉強してください。はい、はい、ありがとうございました。緊急地震速報が。横浜市消防局様、ご協力ありがとうございました。横浜市民防災センターでは地震、火災、風水害の災害疑似体験のほか、マンション防災などを学ぶことができます。横浜駅西口から徒歩10分。詳しくはホームページをご覧ください。